世田谷一家殺害事件とは、2000年12月30日深夜に、東京都世田谷区上祖師谷で発生した、殺人事件の通称で、警視庁による事件の正式名称は、上祖市谷三丁目一家四人強盗殺人事件、である。本県では、一家四人が自宅で何者かによって殺害されたが、いまだに、犯人の特定や逮捕には至っておらず、未解決事件となっている。また、 捜査特別報奨金制度対象事件にも指定されている。2000年12月30日23時頃から翌31日の未明にかけて、東京都世田谷区上、祖師谷3丁目の会社員宅で、父親、母親、長女、長男の4人が殺害された。隣に住む母親の実母が31日の午前10時40分過ぎに発見し、事件が発覚した。 この事件は20世紀最後の日に発覚した大晦日に差し掛かろうとする年の瀬の犯行だったこと、犯人の指紋、結婚など個人を特定可能なものや靴の後の他数多くの遺留品を残している点、子供までも滅多差しにする残忍な犯行、さらに殺害後に長時間現場に泊まった可能性が指摘され、パソコンを触ったり、アイスクリームを食べたりするなどの犯人の異常な行動、 これらの多くの事柄が明らかになっていながら犯人の特定に至っていないことでも注目される未解決事件である。また、年の瀬に発生した殺人事件ということもあり、一年を振り返る区切りとなる年末近くになると警視庁による情報公開が行われ、マスコミが話題に取り上げることが多い事件である。以下に犯人の特徴を列記する。詳細については、 警視庁特捜本部のサイト及び事件の詳細についての資料も参照のこと。DNA 現場に残されていた血液の DNA からルーツをたどる人類学的解析により、父系がアジア系民族、母系には欧州系民族が含まれることが判明した。日本人には少ない方とする専門家の声もある。2006年当時の DNA 型鑑定によって、 五系を示すミトコンドリア DNA のハプログループはアドリア海や地中海の南欧系民族に見られるアンダーソン H15 型父系を示す Y 染色体は日本人よりもその他のアジア系民族に多いハプログループ O2A2 ビット1であることが判明したこの O2A2 ビット1の分布頻度は日本人の約33人に1人中国人の約10人に1人 韓国人の約5人に1人である。なお、南王系の祖先は歴史的に見て遠くない祖先の可能性が高いが DNA 型から犯人との続き柄は判別できないため犯人の母親が南王系の女性かは不明である。特別捜査本部では犯人がアジア系含む日本国外の人または根結の日本人である可能性も視野に入れて捜査している。 また、国際刑事警察機構を通じ、日本国外の捜査機関に捜査協力を求めている。一方で、人種に関するプロファイリングが捜査に適用されるのには、前例がなく、ずっと遡った祖先が根血だった可能性も、否定できないため、犯人が純粋な日本人である可能性も否定せずに、国内でも幅広く捜査する方針。指紋親指の指紋は、中心に、 豚の鼻のような2本の線がある。被害者宅の構造玄関を入るとすぐに書斎がある。被害者宅1階部分のほとんどを占める、この書斎は、父親が仕事部屋兼応接間子供の学習部屋として使用していたものであり、現金約6万円が手つかずで残されていた、大きな本棚や犯人がインターネットを閲覧した形跡のあるパソコンも置かれていた。 二階家の階段脇には浴槽に散乱していた書類の一部が、もともとあったと見られる何度もある。さらに、トイレや洗面所、犯人の入り出経路とされる浴室、長男が殺害されていた子供部屋、バルコニーがある中に階、台所や、ダイニングルームとその奥の犯人によって、物色されていた間がある二階、そして母親と長女が寝ていた屋根裏部屋の四層構造になっている。 本記事では、中2階と2階を区別なく、2階と表記している。なお、屋根裏部屋へは折りたたみ式の梯子を下ろすことにより、中2階の踊り場から登ることが可能となる。また、犯人の横歩きの足跡は、1階から中2階間の階段についており、中2階から2階間の階段は4段のみである。このほか臨家の親族宅と外観では接続しているようにも見えるが、 内部的にはしっかりとした壁で隔たれて、おりつながっていない。一方、3種類の粉末蛍光線量が発見された車庫は、事件発生時にシャッターが閉まっており、犯人が侵入した形跡はなかった。車庫前には1台分の小型車を止めるスペースがあり、事件直後のニュース映像では、1カ所有の車がこのスペースに置かれているのが、確認できる。 2013年12月には 3D プリンターで作られた被害者宅の模型を警視庁が公開した。この模型は事件の捜査にも活用される。入りで経路被害者宅の裏側は公園になっている。犯人の入りで経路は被害者宅の裏にある2階浴室の窓と見られている。あるいは侵入口は玄関であった可能性も指摘されている。浴室の窓は開いており、 網戸は外にはずれ落ちていた。また、窓の真下の地面にあたりから犯人の靴跡とよく似た大きめの足跡が発見されており、同じく窓の真下の公園フェンス付近の木の枝も折れていた。特別捜査本部が検証した結果、若者なら2階の浴室から無理なく侵入可能なことが明らかになっている。発見時に玄関の扉の鍵は閉まっていた。また、 玄関のドアのノブなどから犯人の痕跡も発見されなかった。一方で玄関の痕跡については駆けつけた警察や救急隊員によって踏み荒らされてしまったという報道もある。また犯人が着ていたと思われる遺留品のジャンパーに吸った跡がないという報道や浴室の窓などからセニーコン、擦れた跡が発見されていないという報道もある。さらに、 被害者宅に残っていた血のついた足跡が階段の途中から上りの位置方向のみだったことから玄関から靴を脱いで侵入し犯行に及び床が血だらけになったため階段の途中で再び吐いたという警察幹部の見解もあった。殺害時被害者の胃の内容物などから殺害の推定時刻は30日23時30分ごろとされている。 犯人は2階子供部屋の2段ベッドで寝ていた長男を殺害後に異変に気づき2階に登ってきた父親を襲い殺害、最後に屋根裏部屋で寝ていた母親と長女を襲って殺害したとみられている。なお殺害時課は不明だが、犯人が子供部屋の2段ベッド付近や階段の移動時に壁に背中をつけるなどして軍隊などで習うような横歩きをしていたことが足跡からわかっている。 殺害後パソコンの通信記録から犯人は侵入の翌朝まで10時間以上にわたり被害者宅に潜んでいた可能性があったが現在では口実のように一度目のネット接続以降犯人が夜間のうちに逃走した可能性も出てきている。犯人は被害者宅の電話線を抜いていたため電話が通じず不審に思った母親の実母が被害者宅を訪問。 呼び鈴を鳴らしても反応がないため合鍵で中に入り事件が発覚した。なお、2000年正月分の年賀状だけなくなっていたことから犯人が持ち去った可能性があると報じられていたが、2010年になってから捜査員が聞き込み捜査のために持ち出し、そのまま返却していなかったことが公表されている。 パソコンの操作犯人が1階の書斎にある被害者のパソコンを操作した可能性がある。通信記録を解析した結果、犯行時刻直前と見られる30日22時20分から50分頃まで触れた形跡があり、これは被害者がまだ生存しており、インターネットを閲覧していたものと考えられる。しかし、犯行時刻以降でも2度にわたり、 インターネットに接続されていたことが判明した。二度とも接続時間は5分程度と短かった。一方で、マウスから犯人の指紋が検出されたが、キーボードからは検出されていない。パソコンの電源ケーブルは発見時には抜け落ちていた。犯人がパソコンを操作していたとすると、犯行時刻の23時30分頃から、母親の実母が一家4人の遺体を発見する。 数十分前にあたる午前10時過ぎまで犯人は半日近くもの間被害者宅に潜んでいたことになるとされ、これまで犯人の逃走時刻を推定する有力な証拠となっていた。しかし再現実験を行った結果、マウスが落下するなどの衝撃でインターネットに自動接続する可能性があることや2度目のネット接続では、 被害者の会社のホームページが表示された以外の履歴がないことから一度目のネット接続以降犯人が夜間のうちに逃走した可能性が高まったと2014年12月になって報道されている。接続先は被害者の会社のサイトから大学の研究室のサイトや科学技術庁のサイトなど専門色の強いサイトまで含まれていた。また、 犯人は劇団式の舞台チケットを予約しようとして失敗した可能性がある。一度目の接続では空のフォルダを作成して劇団式のサイトにアクセスしており、二度目の接続では被害者の会社のサイトなどにアクセスし最後に強制終了していた。当初はこれらの通信記録が犯人によるものではなくインターネットのサイト情報を自動的に拾ってくる。 巡回ソフトによるものという見方もあったが、同端末に組み込まれたソフトでは機能上アクセスできるのは各サイトのトップページのみであり、実際にはサイト内のコンテンツも閲覧された履歴が認められ、再現実験の結果、プラグも人為的に引き抜かれた可能性が大きいとされた。逃走後の足取り被害者宅のすぐ脇は、線側の側道が続く犯人が被害者宅から、 逃走したのは31日午前10時過ぎから事件が発覚し警察に通報があった午前10時56分頃の間とみられていた。しかしその後の再検証の結果、犯人が確実にパソコンを操作したとみられる午前1時18分頃より、後の夜間に逃走した疑いもあるとして捜査が行われている。また、31日未明には、 被害者宅の電気が消灯していたという通行人の証言も出ている。逃走後の移動手段、経路については、現在のところ不明である。犯人の私物と思われる、現場の遺留品が購入できた場所として、京王線沿線や JR 小木久保駅周辺、小田急線本厚木駅周辺などが挙げられており、これらの地域が、事件当時の犯人の生活圏だった可能性がある。 現場には犯人のものと思われる遺留品が多数残されていた。以下に現在判明している遺留品の情報を記す。なお、犯人の服装や遺留品についての詳細は、警視庁特捜本部のサイト及び事件の詳細についての資料も参照のこと。トレーナー返り値が大量に付着していたが、2階の今からきれいに畳まれている状態で発見された。一方で、 初期には、裏返しに丸められて放置されていたという報道もある。面製で、サイズは L。2000年8月製造、9月から11月まで、販売。デザインは、銅の部分がグレーで、両腕及び丸首の部分が紫色。同年 TBS で放送されたドラマ、ビューティフルライフで、主演の木村拓也が着ていたタイプとされ、当時、若者の間で流行していた。 ラグランシャツと呼ばれるものである。何度も選択した形跡があり、色あせてクリーム色になっていた。ジャンパーユニクロ製エアテックジャンパーで黒色 L サイズのもの。事件直前の2000年10月販売後、すぐに完売した。販売数は8万2000着。通販、ネット販売もあり。袖口からは犯人の血液型と同じ A 型の汗が検出された。 ポケットの中の砂、遺留物ポケットからは、三浦半島の海岸の砂のほか、ヒメザクロ、または、ケヤキの花粉、ケヤキとヤナギの枯れ葉、飼育用の飼料を食べていたと見られるスズメより小さい、鳥の糞も検出された。砂は、馬堀海岸、北下浦海岸、三浦海岸のいずれかのものと推定される。洋編は、当初ヒメザクロと思われていたが、DNA 鑑定の結果、 現在は、ケヤキとヤナギとなっている。バッコヤナギなど数種類にまで限定して絞られた。ヤナギは、街路樹に多い、しだれヤナギとは違い主に水辺に生息している、特徴がある。なお、被害者一家が、事件の2年前に、三浦半島の海岸のホテルで宿泊していたという、情報もある。スニーカー遺留品ではないが、現場に残されていた足跡から判明。英国ブランド、 スラザンジャーで、韓国のメーカーが1998年10月から2000年11月にかけて4530足製造販売していた。白地に灰色のラインのものと紺色のラインのものがあり、ローカット、ハイカットなども含めると全部で5タイプある。統一日報によると、靴の出所は中国吉林省延辺朝鮮族自治州である、可能性があるという。 捜査本部は2018年8月、このスニーカーの 3D 画像を捜査本部のサイトで公開している。帽子、クラッシャーハットと呼ばれるもので、帽子本体が濡れても頭が濡れないため、雨具としても使われることがある。また、ブーニーハットとも呼ばれる。フリーサイズ、灰色で、アクリル100%の毛糸折り、黒色のラインが入っている。全国のジーンズショップで販売され、 1998年7月から2000年11月までの間で3465個販売。シールのタグから1999年9月以降に販売されたもの。都内で遺留品のトレーナーが販売されていた4店舗でも販売。マフラー緑色地で赤と大色、濃い緑の格子模様が入っている。アクリル製。 小さいタイプのマフラーで長さ約130センチ。製造元や販売時期、エリアなどは不明。毛玉や繊維のほつれ具合などから犯人が長期間使用していた可能性がある。黒い防寒手袋、ボア付きグローブとして販売。黒皮で26センチ。中はボア付きで、外側は豚皮を使用。製造数は1998年から2000年に。 かけて計1755組。犯行時に使用された形跡がなかった。柳人包丁刃あたり21センチ、全長約34センチ。一般的に刺身包丁に使われる。犯人が残していった柳人包丁、関間五六銀小とぶきは、岐阜県のメーカーが2000年6月2500本製造していたものだった。型から作られた大量生産品で、 全国の量販店やディスカウントストアなどで販売されていた。現場付近では、世田谷区、杉並区内で、事件前月の11月中に13本販売、被害者宅から数キロ圏内にある、小田急線共同駅近くのスーパーで、事件前日の29日に日本販売、東急電園都市専用が駅近くのスーパーでも、事件前日と当日の30日に1本ずつ、 販売されていた。また、実験前日に、武蔵野市吉祥寺のスーパーでも販売されており、この時購入した、身長170センチ前後、年齢30代、黒っぽいジャンパーの男の似顔絵イラストが2004年に、警視庁より公開されているを参照。なお、柳人傍聴は、最初の凶器として使用されたが犯行時に歯が欠けたため、被害者宅にあった。 文化包丁も二つ目の凶器として使用されている。黒いハンカチ二階の踊り場付近と台所で発見された。黒で無地のハンカチ二枚は45センチ四方で無印良品で販売されていたもの。製造数は1995年からの約6年間で計66,500枚。ハンカチにはアイロンや洗濯の形跡も残されていた。 香水全国の量販店などで販売。1982年頃から日本国内でも販売。事件当時 JR 小木久保駅の雑貨店でも購入することができた。ハンカチやヒップバッグに付着していた香水はガイラーシュのドラカーヌワールと見られている。これはスケートボーダーの間ではファンも多い1980年代に活躍した。 アメリカのプロスケートボーダーが愛用していたものだった。また、香水の種類については、ドラカーヌワールではなく、20年から30年ほど前に流通していた、ドラカーの可能性もある。ヒップバッグ新緑色で蓋がついており、ベルトの長さは83センチに調節。大阪の業者が2850個製造し、1995年9月から1999年1月に、 かけて35都道府県で販売された。使い古されており犯人が長期間使用していた可能性がある。バッグの外側と内側には2枚のハンカチと同じく刃物による二十数箇所の傷があった。また、バッグの表面からは日本ではほとんど流通していない、香水によく溶ける特種な洗剤とみられる成分も検出された。このことから犯人、または周囲に、 日本国外の渡航歴がある人物の存在が論じられている。さらに、洗剤が検出された部分と同じ場所やバッグの内側から蛍光物質も検出されている。しかし、検出された物質についてはその後の検証の結果、捜査本部では蛍光ペンなどを入れていた後という見解に至っており、学生時代によく使用される文房具でもあることから、 前述の販売時期に犯人が学生であった可能性も視野に入れて捜査している及び警視庁特捜本部サイト内のヒップバッグとマフラーの特徴はもう参照のことバッグの中の砂バッグの中から検出された砂は石英などを含んでおりアメリカ西部ネバダ州のラスベガス付近にある砂漠の砂と思われていたがカリフォルニア州の砂の可能性が高いことが分かった このカリフォルニア州のものと思われる砂は約3万5000平方キロメートルに及ぶモハーベ砂漠南西部にあるエドワーズ空軍基地付近のものであることも判明した。同基地東部の砂は特徴的なものでありバック内の砂と告示しているという。またジャンパーのポケットから検出された三浦半島の砂はバックの中からも検出されている。カリフォルニアは スケートボード発祥の地で、三浦半島の海風公園には、スケートボーダーが集まる場所があり、大会も頻繁に行われている。このことから、いずれもスケートボードと縁の深い場所の砂であることが明らかになった。多量の遺留物バッグの中にはその他にも、印刷機のロールに装着する、インク汚れ防止用フィルムや道路標識の反射材などに使われる微小なガラス球。 金属シリコン、ニッケル、銅、約1億4000万年前のものと思われる、モナザイトなどの細かい粒が大量に見つかっており、その中には日本に流通していない成分や、一般の人には入手しにくいものまで含まれていた。赤色系の蛍光剤トレーナーや、ヒップバッグの内側に、赤色系の蛍光剤が付着していた。この染料は、発見時に、シャッターが閉まっており、 事件現場に残された犯人の足跡などの形跡が発見されていない被害者、宅一階車庫付近からも検出されている。車庫の線量は暗闇の中でブラックライトを当てることによって光り発見された。事件前に犯人や犯人と関係ある人物が現場を訪れた可能性、被害者と犯人に交流があった可能性も視野に入れて捜査している。被害者は 大学時代には劇団サークルに参加しており、事件当時は CI 関係の会社に勤務していた。大道具や取引先の企業へのプレゼンテーションなどで蛍光剤を使用していた可能性があると見られていたが、後の捜査で被害者自身は仕事などで使用した形跡がないことも判明した。毛髪バッグの中から現場に残された犯人のものと、 DNA 型も一致している長さ数センチの黒色の毛髪が発見された。また、毛髪は長さ約2.5センチとバリカンなどで刈られた長さ約1.5ミリの日本である及び警視庁特捜本部サイト内の犯人の頭髪の色は、も参照のこと。犯人が持ち去ったものと見られていた2000年正月の年賀状は、 捜査員によって聞き込み捜査のため持ち出されていたことが判明している。デッサント製のトレーナー被害者宅にあった父親のトレーナーが亡くなっており、犯人によって持ち出された可能性がある。魚柄で前面にライブという文字が入っており、背面には A から Z のアルファベット26文字がプリントされている。1991年から1996年頃まで販売されていた。 現金、約20万円被害者が経営していた、学習塾の授業料である現金、約20万円がなくなっており、現金が抜き取られたとみられる財布もあったが、銀行の預金通帳や、キャッシュカード、貴金属類などは持ち出されていなかった。ただし、上記の通りカード類や書類などを仕分けし物色した、形跡は残されていた。この他、一回書斎の本棚に置かれていた。 現金約6万円が入った封筒には手がつけられていなかった。事件当日の被害者の行動事件当日の30日18時頃、小田急線成城学園前駅で一家4人が買い物をしている姿が目撃されており、18時半頃には一家の車が被害者宅の車庫になかったことを近所の住人が確認している。その後、 京王線千歳から須山駅付近により帰宅したと見られている。なお、車庫の前には一台分の小型車を止めるスペースがあり、事件発生直後の報道写真などから、一箇所有の車は車庫の中ではなく、このスペース部分に置かれていた可能性がある。ただし、日常的に車を車庫に入れていなかったかは不明である。同19時頃、母親が隣に住む実母と被害者宅の電話で、 会話している。また、長女が母親の実母の家を訪れている。同21時38分頃、長女のパソコンでテレビ番組を視聴した形跡が残っている。事件発生前にあったインターフォンの音と、ドナリゴエ声ンカの住人が、事件当日の20時30分頃、被害者宅のインターフォンの音が鳴るのを聞いている。ただし、証言者の同居家族が音について否定している上、 この件に関する捜査は進んでおらず、名乗り出た人物もいない。また、事件当日の30日深夜、通行人が被害者宅で男女が口論する声を聞いていたという報道もある。犯行時刻前後のドスンという大きな物音林家の親類は、事件発生時刻前後の23時30分頃に被害者宅からドスンという大きな物音がするのを聞いていた。 また、ドスンという大きな物音は、週刊朝日によると犯人が2階踊り場にあった屋根裏部屋へのはしごを上げた音とされている。これは実際に実験を行うなどを検証によるものである。ドスンという大きな音については、犯人と対峙した被害者が階段から落ちた音であるとして、これを犯行時刻とする見解もあった。 被害者宅の隣に住んでいた母親の実施は、家族が聞いた、この、ドスン、という音を、カタンであったと記している。また、この音を、ベニヤ板をひっくり返すような音とも形容している。実施は翌午前1時過ぎに就寝したが、その他には、特に変わったもの音は聞こえなかったとも記している。事件発覚時の状況父親は1階の階段下で、外出着き姿。 母親や長女は2階階段踊り場付近、長男は2階の子供部屋で、それぞれジャージなどの寝巻き姿で発見されたとされる。事件の第一発見者である母親の実母は、発見時に母親や長女らの遺体に触れていたため、警察の現場検証ではなく実母の証言によるものとなるが、父親の遺体の上には引き出しが乗せられていたといい、さらに母親の遺体は、 全体が黒っぽい山のように見えたとも証言していることから顔を含む全体に洋服が被せられていた可能性があるという。ただし、前述のように警察が到着した時点では一部動かされてしまっていたため、遺体の顔まで引き出しや洋服により覆われていたというのは確実な情報ではない。このほか、長男は頭の方から布団が被せられており、長女は 顔が下向きになっていた。被害者の顔を隠すのは犯人が顔見知りの場合に多いとされる。このほか現場は血の海でなかったと前日の母親の実施が記している。さらに事件発覚時、1階の電気はついていたと一部で報じられている。週刊文春によると、新聞配達員が31日早朝に新聞の長官を配達した時には、 被害者宅の玄関の電気は消えていたが、殺害された母親の実母が現場を訪れた時には電気がついていたという。なお、読売新聞によると未明には被害者宅の電気が消灯していたという通行人の証言も出ており、犯人がこの時間帯には現場から逃走していた可能性の一部として報道されている。事件後に置かれた 地蔵事件からちょうど100日目の2001年4月9日、東南アジア産室の花崗岩で作られた地蔵が被害者宅から線側を隔てた遊歩道脇に置かれていた。地蔵の底と台座上部に6の文字のようなものが彫られていた。指紋は採取されなかった。特別捜査本部ではこの地蔵の製造、輸入、販売などに関する情報を提供を呼びかけている。 被害者宅周辺の当時の状況とトラブル、防犯対策被害者宅周辺事件当時は他にも数件あった。祖師谷公園の北側入り口被害者宅周辺は、祖師谷公園の拡張工事でほとんどの家が転居しており、事件当時は被害者宅、臨家1件向かい2件の計4件の家が残されているのみだった。そのため夜の人通りは少なく事件の目撃証言も、 少なかった。一家がこの場所に引っ越してきた1990年6月には住宅が30軒ほどあった。被害者宅近くにはスケートボードができる広場があり、夜に滑るなどルールを守らないスケートボーダーと被害者宅との間では騒音問題でトラブルになっていた。事件数日前にもスケートボーダーと被害者が揉めていたという目撃証言もある。その他、 公園に出入りしている暴走族と被害者宅がトラブルになっていたという話もある。現場周辺では2000年夏以降、尻尾を切り取られたり皮膚を剥ぎ取られたりするなどの羅猫の虐待事件が数件起きていた。事件直前の12月中旬にも1件あった。被害者宅のポストにはセンサーがあり、人が通ると防犯用ライトが点灯する。また、玄関の扉の鍵は、 ミワ製の特殊なもので、鍵穴がドア上部とノブに二つあり、一つの鍵で両方とも開けられる仕組みとなっている。ドアチェーンもある。被害者夫婦に関する情報父親は、大学卒業後、アニメの制作に携わり編集プロダクションを設立している。また、クイズ番組の制作にも、出題などで関わっていた。実験当時は、英国系のコンサルティング会社で、 企業のイメージカラーなどを考案する CI の仕事に同部門のリーダーとして携わっていた。父親は事件前日までその日の行動や出費など事細かに日記を書いていたがトラブルなどに関する記述は見当たらなかった。母親は1990年12月よりフランチャイズ方式の塾を隣の姉夫婦の家で開設していた。なお、被害者、 1> 宅一階にあった塾の書類は常日の通り物色されており、引きちぎられるなどして二階の浴槽に放り込まれていた。被害者宅の一階を塾の教室にしていたという報道もあるが、1992年に林家の姉夫婦一家が海外に引っ越してからは林家で教えていたようである。2000年に姉夫婦一家は帰国しており、事件発生時には家族全員が 林家にいた。なお、母親は、姉と共に、東急目カ線を草駅前でも1989年より、学習塾を開設していた。1992年に林家へ移したのはこの塾という情報もある。犯人の目撃情報、不審者の情報以下に、犯人の目撃情報及び不審者の情報を、列記する。犯人像、事件の分析など。 朝倉隆は、本事件の犯人像について、日本の古典的な一家殺人事件と異なり、被害者と犯人との間で、濃密な人間関係があったとは思えない。異常な、殺しぶりや、現場の乱雑さを見ると、犯人は何らかの恐怖で、パニックに陥った末に、場当たり的に、近くでやれそうな人間をやってしまおう、という程度の計画性、覚悟しかなく、 強行に及んだという線が強いとして、本事件と近い犯罪者心理が読み取れる事件として、犯人が暴力団に脅され、心理的に追い詰められた末に犯行に及んだ、市川一家4人殺害事件を挙げている。警視庁が、マスコミ等を通じて行った、当該事件の情報公開、新たに分かった、捜査状況、関連事実を記す。詳細は、警視庁特捜本部のサイトも、 参照のこと。2004年2005年2006年2008年2009年2010年2011年2012年2014年2015年2018年2019年2020年以下に記載するのは過去にマスコミで取り上げられたものの事件との関連性が不鮮明な情報である。警視庁は2007年12月14日より当該事件を 捜査特別報奨金制度の対象事件に指定した。事件の解決、犯人の逮捕に結びつく、有力情報の提供者に、最大300万円の検証金が支払われる。2010年12月16日以降は、事件の捜査に協力する会により指摘検証金、最大700万円も用意され、検証金は、合計最大1000万円となったが 2014年12月には、さらに指摘検証金が1000万円増額され、犯人逮捕につながる情報には、合計最大2000万円が支払われることとなっている。なお、捜査特別報奨金制度の適用期限は1年単位での更新となっており、2008年12月までの期限以降、毎年延長されている。詳細は、警視庁特捜本部のサイトを参照。 設置された通報装置この事件は在宅中の一家全員を殺害するという残虐な手口から世間の注目を集め当事件の周辺地域に限らず各家庭の防犯意識を高めた。またこの事件を機に世田谷区成城所が街の防犯カメラや緊急時に警察へ通報できるスーパー防犯塔の設置を促進した。特に防犯カメラは 窃盗事件が減少するなどの効果が得られ、実際に事件の解決にも結びついている。当事件の遺族は別の事件の遺族らと連携して、殺人事件に関する控訴事項の停止、廃止を目標に、2009年2月28日、殺人事件被害者遺族の会、通称中の会を結成した。2010年4月27日には、 殺人罪や強盗殺人罪など法定上限が死刑にあたる罪の控訴事項廃止などを盛り込んだ改正刑事訴訟法が成立、施行し、同団体の主な目的が達成された。控訴事項の廃止は当事件を含めて改正の施行時に控訴事項が完成していなかった過去の事件にも適用されている。中の会の他にも2008年11月、 全国犯罪被害者の会も殺人や強盗殺人など重大事件における事項廃止を求める決議を行うなど事件の遺族による事項停止、廃止を訴える声、世論の関心も高まってきていた。これに対して法務省は2009年5月には裁判員制度が始まるのを受け、事項制度においても国民の視点でわかりやすく提示する必要があることも理由にして 殺人や強盗殺人など重大事件に限り、控訴事項の期間延長や廃止、遺族の訴えで事項の進行を停止できる制度の設置なども視野に入れて、勉強会を開き検討していくと2009年1月に表明した。2010年3月12日、殺人罪や強盗殺人罪など法定上限が、死刑に当たる罪の控訴事項廃止などを盛り込んだ。 刑事訴訟法改正案が政府で閣議決定。4月27日には同改正案が可決成立し即日施行された。控訴事項の停止、廃止のほか、飛躍的に向上した DNA 鑑定技術によりほぼ100%個人を特定できることから、犯人の DNA が特定されている事件の場合、DNA に人格を与え起訴できるように、 刑事訴訟法などの制度改正も訴えていた。これは、控訴事項が廃止された場合でも、法律改正以前の事件には適用されない可能性があったためである。この事件は重大な未解決事件の一つであるため、週刊誌などでは様々な情報が錯綜している。ここでは新聞などでは報じられていない週刊誌などの情報を記していく。しかし、 これらの情報の信憑性は定かではなく疑問点が多いものも少なくない。侵入方法についてはシリンダーに細かな傷がついていたことから特殊なナイフで解錠して玄関から被害者宅に侵入している。また犯人がラテックスゴムという軍隊などで使われる特殊な止血剤や麻酔作用のあるベンゼドリンを使用していた。 警察の鑑識 OB に依頼したところ、ソウル在住の韓国人男性の指紋と現場に残されていた犯人の指紋が合致した。韓国では全国民に指紋の登録が義務付けられている。日本の警察は韓国人の指紋と称号して誰とも一致しなかったとしているが、実際には日本からの捜査協力が韓国政府に拒否されている。なお、この記事が掲載されて以後、 警視庁の情報公開により犯人が韓国で育った人間ということは否定されている。ただし、そのことも最近になって判明したとのことで、これ以前における捜査協力拒否の審議は定かになっていない。被害者宅のポストにセンサーがあり、人が通ると防犯用ライトがつく。また、新聞配達員が31日早朝に新聞の長官を配達した時には、 玄関の電気は消えていた。一方で、被害者母親の実母が現場を訪れた時には、電気がついていた。玄関の扉の鍵は、見輪製の特殊なもので、鍵穴が、ドア上部と、ノブに二つあり、一つの鍵で両方とも開けられる、仕組みとなっている。ドアチェーンもある。事件発生数ヶ月前の2000年8月と10月の2度に、渡り、青木信夫という名前で、 埼玉県の調査事務所に被害者一家の身辺調査の依頼があり、依頼主は調査事務所から被害者宅の住所、被害者夫妻の住民票を受け取った。本席の記載もある住民票の取得依頼もあったが、連絡が途絶えたため調査はされなかった。父親の死因は心臓大動脈損傷による失血死。長女は生前に 硬膜下出血と外傷性膜膜下出血を起こしていた可能性がある。現場で発見されている砂やテニスシューズなどから犯人は韓国やアメリカと接点がある人物の可能性が高い。被害者夫婦が入会していた自己啓発セミナーのような組織の本部がアメリカにあり、日本と同じような支部が韓国にもある。その組織が事件に関係している可能性がある。 アメリカで FBI に強盗容疑で逮捕された韓国人の供述により事件を指揮したアメリカ籍アメリカ人の男が判明。男は別の強盗事件で5000ドルの懸賞金がかけられ指名手配されている。また、男は事件の実行犯らが事件の翌日には日本を離れたと周囲に話しているが、この男ならその出国先も知っているはずである。 日本警察にもこれらの情報は FBI から直接渡っている。被害者との接点について男は事件前にアメリカに本社があるヘッドハンティング会社の東京支店に勤めており被害者はその会社に転職希望者として登録をしていた。そこで被害者宅の情報や経済状態などを知り犯行に及んだのではないか。週刊朝日によると新事実として 以下の事柄を挙げている。ありがとうございます。